身長ビヨーン。さてね、本日お話しさせていただくのはね、ズバリなんですけど、皆さんにお願いですということで、まあ、簡単に言ってね、身長の専門のカウンセラーさんを募集したいというふうに考えておりますということでね、ぜひね、興味ある方はねご参考いただければと思います。どんなねカウンセラーさんかというと、現状としてねイメージ湧いてるのはやはりですね、まあ、お子様の子育てを実際にしたことがある方、もしくはしている最中の方、でなおかつ私の YouTube をですね、もうくまなく見てる方、非常にたくさん見ていただいて、かなり身長に対して興味のある方、そういった方はね、ぜひね募集したいというふうに考えております。どういう時にそういった仕事があるかというのを説明させていただくと、具体的に言うとなんですけども、やっぱりね、私の身長の外来に関して、まあ、お電話でね問い合わせをいただいたりもします。でこういった場合だとね、どんなことを私がね話すのかとか、どういった治療がねおそらくあるのかっていうのを、まあ、あらかじめある程度、もちろん、ね、最初に私も診察しないとわからないんだけども、その事前情報っていうのをね、できれば共有した方が、まあ、患者さんにとってもね有益だし、まあ、我々にとっても有益でしょうというところで、まあ、そういった私と患者さんの橋渡しをねしていただくような役目がカウンセラーさんの主な目的になってきます。ですので、まず一つ目が、私の、ね、カウンセリング入る前にカウンセリングを一回していただくと。でそこで患者さんに対して、まあ、一般的なね簡単に答えられる内容であればね、そういった内容を答えていただくと。簡単に言うと、まあ、例えばですけど、男子14歳以上、女子13歳以上と、治療効果が少ないよとかで、まあ、口酸っぱく言ってると思うんですけども、まあ、そういったところをね一通りお話ししてもらったりだとか、まあ、身長治療って自費診療になりますので非常に高額ですとかね、そういったところをねしっかりお伝えいただくとか、そういったところが一点と。あとはですね、まあ、治療中の患者さんにおかれましてはですね、治療中の患者さんがちゃんとサプリメントを飲めているのかどうかとか、治療ができているのかどうかとか、そういったところをフォローアップしたりだとか、ご覧いただけてない患者さんに関して、ご覧いただく必要性があるとか、もしくはご覧ね、しませんかというようなねご提案だったりだとか、まあ、そういったようなお仕事が、主な内容になってくると思います。まあ、さらに少しレベルが上がってくると、私一緒にですね台本、YouTube の台本だったりとか、そういったのを考えていただいて、まあ、より私としてもねクオリティの高いもの、今の中でほとんど、ね、YouTube のこれはですねほとんど台本なしなんですよ。私の方で適当にこう気になる論文を持ってきて、それをまあざっくばらに話すってところと、そのような感じでやってるんだけど、まあ、そういったね YouTube の台本のね作成のお手伝い、そういったのを私としてねしていただきたいというふうに考えております。でさらにもっとね次のステージということになってくると、私がですねこれからより一層ね社会に身長治療を広めていくときに、まあ、どういうふうな戦略でやっていくべきなのか、まあ、いわゆるマーケティング的な思考だと思うんですけど、そういったのね共有できるからとか、まあ、そういった方はねぜひ募集したいというふうに考えております。で、まあ、正直言ってね、その、まあ、カウンセリングもできて、マーケティングもできて、台本もね一緒に考えられてなんて、そんなパーフェクトヒューマンってなかなかいないと思うので、そこまで最初からできることは当然望んでおりません。望む人材としてはですね、まあ、ズバリなんですけど、身長治療が大好きであるとか、まあ、あとはねやっぱり私のことが好きである、そういった人が適切なんじゃないかなというふうに思います。まあ、少なくとも私の YouTube で、ね、かなり、ね、まあ、20本30本とね見てきていただいている方、さらに自分自身もやっぱり身長治療を勉強したい、そういった方がね適任かなというふうに思っておりますので、まあ、身長治療ねもうぜひ勉強して、もうプロとしてね働いてみたい、そういった方はねぜひ募集させていただきたいと思います。ということで今回ね一つお願いということでさせていただきました、身長専門のねカウンセラーということで募集させていただきます。給与に関して言うと、まあ、その能力によってかなり幅があると思いますので、まあ、前職だったりとか能力に応じて相談させていただきたいと思います。まずはですね、身長先生の公式 LINE の方からですね、そういったカウンセラー募集について興味があるというのをね送っていただければ、返信の方ね順次していきたいというふうに考えております。本当に日本国民全世界のですね身長に一緒に伸ばしてくれる、そういった仲間をね募集しておりますので、ぜひねフルって応募の方お待ちしております。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。